楽しい、気持ちいい。ね、お口が、あ、たわけなんですが、私の住むね場所は桜の名所でもあるんですけど、人がブワーってすごいので、ちょっとね逃げてこようと思って、これから RV パークに泊まりに行こうかなと考えております。桜がねとっても綺麗ですね。ねいいね、やっぱりね。で今日行くところは、わ、桜立派だね、すごい綺麗綺麗。でこれから行くところはですね、クラフトビールもあるみたいなので、わー綺麗。あーでも少し散ってきてしまいましたね。そうクラフトビールもねあるので楽しみにしています。ビール飲んで美味しいつまみ食べて、お風呂温泉入って寝るっていうね、そんな自堕落な感じで楽しみにしてきています。ではレッツゴー。さっき私さ、パンツを持ってくることを忘れてセブンイレブンまで遠回りして行ったの。今あるじゃんってすごいショックだった。なんかトンネルギリギリのところ通ったりとかさ、狭い道通ったのに普通にあるじゃん。ということで着いたね、ビアスパーク下妻です。 RV パークいいですね。日帰り入浴歓迎と書かれてます。で電話をしたら今日はね、なんだっけ、電源があるところはいっぱいですがその他は空いてますっておっしゃってまして、どこに泊まればいいんだっけ。あでも結構キャンピングカーが何台か見えましたね。ここはね、なんと言ってもビールですよね、ビアスパークっていうぐらいだからあどこだ、楽しみだな。てな感じで到着をしました。すごく広いね敷地なのでいいですね。 RV パークのこれかな、違うのかなとりあえずこの辺に止めてみます。お、遊具もあるよ、いいね。下妻ってずっと言ったけど下妻か、下妻ビールが私を待っている。
こうかな。缶つまもいいね。お米も売ってます。なんかいろいろ売ってる。ちょっとこれいろいろ買って帰ろうかな。ハンバーグ美味しそう。おーいいね。へー、あ、これは餃子か。いいな。すごい、このさ飲み比べとかいいよね。飲めないんだけどさ。はい、到着しました。で、今日ですが、あのレストランが貸し切りだったみたいで、予約した時そういう話を聞いてなくってね、あのバリバリレストランで食べようと思ってたんですけども、貸し切りなんですって。ショックなのでこれからどうしようかな、晩ご飯どうしようかなってことを考えて、その後にお酒を飲もうかなと考えてます。乾杯。桜が綺麗。この間別府で買ったラムネ温泉のバッグ、めっちゃ可愛くない？これを今度はね、これからは温泉道具入れにしていろんな温泉に行くんだ。可愛い。貸切風呂はこんな感じで、見てー、なんということでしょういろんなアヒルちゃんがいるよ。すごいね、楽しい、イエーイ、すごいどこまで行ってもアヒルちゃん。しかもほとんどのアヒルちゃんひっくり返ってる。あーかわいい、あーかわいい、最高にかわいい。ほらアヒルちゃんあ、青いのもいる、見っけ。デデデン、こんにちは、アヒルです。やっぱさ、私はね好きですよ、貸し切り風呂。ゆっくり疲れるしさ、私さすぐ湯あたり起こすからさ、何回も自分のタイミングで入れるのはとってもいいですね。かわいい。かわいい。取れないけどありがたい。はい、では温泉から戻ってきました。すごいいい温泉でした。あのね、アヒルがブワーってたくさんいてテンション上がる
温泉でしたよ。あ、貸し切り温泉に入ったんですけど、まあ、なぜかというと私ね、痩せるマッサージ、セルライトを潰すやつに行って、まあ、体中ね、真っ青なんですよね。驚かせてはいけないので、そんな感じで貸し切り風呂に入りました。そして、ほら、こんな感じで今日はね、桜を見ながら、あ、今たまたま隣には、シャトルバスが止まってるんですけど、シモンちゃんバスが止まっています。さあ、ということで、今日買ったのが飲み比べセットです。ラインナップをご紹介すると、まずはこちら、ベベーン。ゴールデンピルスナーです。ゴールデンピルスナー。ゴールデンピルスナーはなんだっけ？レモンの香りとか書いてたかな？そして、レッドエール。レッドエールはホップの味と。ね、ホップのコクがなんちゃらって書いてました。そして、もう一つが、でれーん。ホワイトピルスナー。私、ホワイトピルスナーがすごい好きで、よくバナナの香りとか言われますけどね。この軽い飲み応えがすごく好きです。で、なんとなんと飲み比べセットにこの、下つくばかな？あ、下つまにあるから下つくばとかかな？関係ないかもしれないけど、下つくば、冷酒もね、こうついておりましたので、この後、ちょっとね、飲みたいなと思います。ほらほらほら、こんな。あれ？あ、そう。こんな？ね、美味しそう。なんかもう全部、ラベルがね、おしゃれだなって、思いますよ。ほら！よーし！そして、ピーナッツもついてたー！イエイ！じゃあね、早速一回飲みまーす。ではどうしよう、ホワイトピルスナーからにしよう。いただきまーす。よいしょ。なー、はい、ではでは乾杯。お、見て、なんかめっちゃ光るじゃん。いただきまーす。あー、美味しいね。たまらん。でさ、今日本当はここにね、来る予定だったの理由の一つが、何度もね道中お話ししていますが、クラフトビールがあるって、クラフトビールを飲めるって聞いてたんですね。で、楽しみにしてさ、どこでクラフトビール飲めるんですかって言ったら、なんか数年前に水害が起こって、それからやってないんですって言われてね、あ、そっかーって、そっかーって悲しくなってしまった。いつか再開できるといいなって、いいですねと思ってますけど、じゃあ併設されてるレストランに行こうと思ったら、今日レストラン貸し切りなんですって。あ、この話さっきしたか、梅をバックに、桜をバックに。まあ、もう一回言うけども、そんな感じです。なのでさっきね考えた結果、あ、テイクアウトできますかって聞いたけど、できないですねって言われたのでね、ピザを頼みます。デリバリーピザです。ね、だってさ、ビール飲んじゃったらさ、運転できないしさ、かといってなんか温泉の後にビール飲まないと、人間としてね、人間として、あ、ナオミとしてはダメかなと思ってね。ということで今日はデリバリーピザを頼むので、このままゆっくり飲みたいと思います。じゃあこれから一人宴会でーす。ポチッとな。おい、ピザが届きました。便利ですねピザってね、宅配ピザを。今日のラインナップはまず偏ってるけど、まずはサラダね、体にね気を使ってサラダでしょ。あとはピザです。でねーん、パカッ、見えるかな、おー、美味しそう。
ミックスピザです。そしてウインナー、あとはポテチキ、さらにあのね、本当はアイスも買ったんですけど、スタッフさんが忘れてしまったっておっしゃってて、これからまた取りに来てくれる、取りに持ってきてくれるそうです。申し訳ない。で、私ピザを頼む時っていつもすごい頼んじゃうんですよね。で、次の日とか冷凍したりとかして食べるんですけど、今日もね欲張ってしまいましたが、ビールと一緒に楽しみたいと思います。ピザ屋さんはちなみに何だっけ名前、初めて頼むピザ、ミラノピザというところで、ここから多分車で10分か、徒歩10分?車で10分?ちょっと近い、行っちゃ近いけど歩くの大変な距離、そんなところにあります。ではでは、ピザ食べまーす。なんか最近ってかね、昔から本当にね、お口が、あ、セーフじゃないけど前もあったよね、なんか食べようとしたらひっくり返しちゃうけどね、なんかさ、すぐこぼしちゃうんだよなね。キャンピングカーは便利だけど、結構私いろんなものをひっくり返してるかもしれない。トマトいただきます。うん、おいしい。まずはね、サラダから食べて、このあとねチビチビピザを食べますよ。今日のラインナップです。イエイ。さっきセブンで買ったヨセミテロード、なんかさくらんぼ風味のシャンパンです。飲むぜ。下手くそだな、ちょっと片手じゃ難しい。うん、いいね。おお、いいね。今日に乾杯。なんだかんだね、最初はクラフトビール屋さんがなくなったりとかさ、レストランがさ貸し切りだったり行けなかったりしたけど、こうやって好きな食べ物と一緒にね、銀河ちゃんといるとそれだけで楽しい。真っ暗、ちょっと怖い。今これ iPhone のライトでつけてるけど怖い。それではビアスパークさん、お世話になりました。敷地がね広いから
本当にご家族連れからもお楽しみができるのかなと思っています。ちょうど桜が綺麗でね、見頃を迎えてて、そこも良かったなと思います。もう朝からね、元気いっぱいのお子様の声が聞こえてきていいですね。私はね、昨日シャンパン飲んで酔っ払って寝てしまったみたいで、それ以来寝れない病になってしまって、今日は8時ぐらいまで爆睡していました。ということで、お世話になりました。皆さんもご視聴ありがとうございました。ではでは、したっけー。